奥平定官安永3年に1月8日は、伊予松山藩画老、奥平東西門や古代当主。父は、奥平貞次。子は、奥平忠史教。通称は、東五郎、東西門。教法4年11月27日、松山で生まれる。教法17年、教法の大基金における反省の不始末の責任を問われ、父、貞次が実教を命じられる。 共法19年、シムシル1500国を賜り、大名分着し並みとされる。共法21年、失居処分を解かれ、父・貞ダが大阪表に立ちのく。官方元年8月、父・貞ダの政敵であった、家老・奥平・貞国が、熊山騒動の責任を負わされて、流罪となる。同年12月、家老・組頭となり、より気を預かる。 官報二年四月、大阪標より、佐田嗣が帰還し家老に復帰。法暦八年、軍用方を兼任。法暦十年、五百国の家造を受ける。法暦十三年、藩主、松平佐代佐の家督相続の御霊根性の際に、江戸城で、将軍、徳川家治に拝謁。明和二年、藩主、松平貞政の家督相続の御霊根性の際に、 将軍家春に拝越する。安永2年、父の隠居によりその治業3500国のうち1500国を相続し、治業3500国となる。安永3年1月8日死去。去年56。家督は、着難の提供が相続した。ありがとうございます。